はーい、旅です。とけで今回はユーミンのアリーナツアー、ザ・ジャーニー横浜公演初日ですね。にやってきております。ここは港未来、観覧車を見てます。行ってみましょう。おお、ランドマークタワー。めっちゃ高いです。おお、会場のピアアアリーナ MM。そこですね。初めて行きます。楽しみです。 それでは会場でしたんで入っていきましょうグッズリり場到着です おはようございます。朝の港未来でーす。こんな感じなんですね。すごーい。いやーツアー初日、興奮冷めらぬ夜でしたー。まずはツアーグッズから。こちらですね。ツアーパンフレット、えー。こちらは後ほど紹介します。中身。今回ですね、私が買ったのはこの。 ツツアー T シャツインディゴですねこここんな感じで「ザ・ジャーニー」おお50周年のアニマーサリーコンサートツアーって書いてありますよおーこれいいですよねそして裏側こんな感じでツアーの日程が書いてありますおお6月3日4日北海,北海道で行きますねそして最後 12月28日まで名古屋ですね最終日はこんな感じですそしてもう一着じゃーんピースマーク T シャツ黒の XL 買いましたねこれはほんと一番大きいサイズでゆったりと着れますこの胸元にピースマークわあこれ結構ね光って目立ちますねあとこちらは左の腕袖に こういう感じでザ・ジャーニー・ユーミンと書いていますそして裏はシンプルに何もありませんグッズのラインナップはこんな感じです上からパンフレットキーホルダーそして T シャツキーホルダーネックレスバッグマグカップですねガラスプレート ミックスナッツバッツバチセット会場限定モモのピュレーレこれも売り切れてましたねそしてバッグもあります今回ですね会場に入るときに、えー、この紙を、えー、渡されまして、えー、座席にですねそれぞれフラッシュライトフリクラが、えー、かけてあるんですねそれを取って、えー、腕の 内側にこの光る部分を抜けてつけるかこういう持ち方もできますこれは、えー、コンサートの演出で曲によって色が光るんですね、まあ、今回はセンターステージで座ってる位置からステージと奥の座席も見えるんでそちらの方の光が 一体となって、綺麗な演出です。これも皆さん楽しんでちょうだい。あとですね、最近のコンサートでは、えー、マスクをつけて、フェイスシールドを配わまして、フェイスシールドを着用して、えー、コンサートを楽しんでいましたが、今回はフェイスシールドは、えー、配布はなしでしたね。そしてマスクも、えー、着用は、えー、自由ということで、されてない方、されてる方、 どちららもいいっしゃいましゃまた。東京すごい花火2023おーユーミンー 50th anniversary マーツン4の夢この花火もいいですねわーこのチラシをご覧のお客様に特別選考予約のご案内11月2 2 2 3の横浜アリーナええー、中心予約できるんですねそれではセットリストを見ていきましょういつもお世話になっている ユーミン大好き、コベコさんから。えー、まずですね、6時半に暗転して、今回はですね、センターステージで、まず会場に入って、えー、会場の真ん中にですね、大きな、えー、海賊船、ザ・えー、ジャーニーと書かれた、えー、海賊船が、えー、横浜の会場では斜めに、 えー、置かれてましたね。そして、今回私の席は、えー、チケットがですね、アルバムのシリアルナンバー、そしてファンクラブの選考も外れまして、えー、諦めていたんですが、えー、ツアー初日、なんとか行きたいということで、えー、探してましたら、えー、今月、5月に入ってですね、えー、注釈付き、えー、指定席です。えー、席ですかね。 が、えー、当初機材で、機材が入って、えー、解放されなかったところが、えー、発売になりまして、それに運よく、えー、買うことができまして、なので、今回は、えー、入ったですね、アリーナの、えー、前の方だったんですが、えー、ちょうど、えー、その、ジャーニーという海賊船の、 え、斜めのこの前のあたりですかえー、書かれた、ジャーニーと書かれた前のあたりでしたね。なので、えー、演出は、ステージ上の演出は、あーと、見えることができなかったですね。なかなか。位置的にですね。なので、今回は、アリーナは近いんですが、えー、まあ、ステージも近いので、ちょっと見上げる形で、 場所によっては、えー、ステージ上の、えー、演出、何をやっているかが、えー、見えない席もあるかと思います。あとですね、スタンド席の方が、えー、遠くはなりますが、えー、遠くから、上の方から、えー、ステージを見下ろして、全体が見えて、えー、何をやっているか、えー、はっきりと演出を見ることができるんじゃないかと思いますね。そして、そしてなんと、 私が、えー、座った席はですね、今回始まるときと、まずユーミンが、えー、登場する通路がありまして、そこがなんと私の横の通路でした。なので、えー、登場するとき、ユーミンは横を通って、えー、ステージに向かって行かれました。そしてアンコールは、えー、ステージ下に皆さん引き上げる形で、 えー、最後、えー、アンコール終わった後ですね、えー、全員が、えー、退場するところでまた、えー、その通路を歩いて皆さん、えー、退場されたので、その時も最後にユーミンが歩いていって、えー、私の目の前を通って行かれました。そしてさらに、えー、ダブルアンコール、えー 今回はもう来ましたねやっぱり初日からですねその時も、えー、ユーミン竹部さんギターの遠山さんも、えー、ステージに向かっていきそして終わりましたらまた最後大きな拍手声援とともに、えー、退場されてきました最高でしたそれでまず1曲目心のままこれですね私は記憶に残っているのはこのズシマリーナ サーファン,スのイン・スノー・ n o w in d u s v o l 16 2022ですね。この DVD が出てる d u、えー、シマリーナの1曲目オープニングなんですね。なので、まあ、さっきに私はこのオープニングを思い出しましたね。海の歌です。14枚目のアルバム、リンカネーションから7曲目に入っていますね。そして2曲目、なんとここでもワンダラーズ <laughs> 俺はもう言わずもがな、えー、ユーミンのライブでは、もうバブルの頃から、もう何回もやる、いい曲ですね。ノリノリになっちゃいます。21番目のアルバム、ラブローズから、ね、2曲目。今回ですね、えー、ユーミン万歳のアルバムを引っ下げたツアーですが、まあやっぱりね、松の曲が多い選曲、セットリストだなぁとは思いましたが、 えー、やっぱり夏の曲、海の曲、えー、航海後悔がテーマということで、えー、やっぱり逗子マリーナ、そして、えー、シャングリーラ、3だったかなそうですよね。それも、えー、見た記憶が思い出されました。3曲目、リフレインが叫んでる。もう、これはこの、セットリー。 ええ、やばかったですね。もうノリノリで、皆さん総立ちでした。20枚目のアルバム、リライトスライドライトキスから、1曲目、超末の曲でーす。その後に MC が一旦張りまして、えー、海賊船ということがテーマで伝えられました。そして新米の船の日記をもとに旅をするということです。その後4曲目、ただわけもなく、 32枚目のアルバム、Wings of Winter, Shades of Summer。こちらに入っております。いやー、これも夏の、えー、光景を描いた歌で、よかったですよそして次、満月のフォーチューン。22枚目のアルバム、天国のドアから。これはもう、ノリノリです。そして次、台風十五15枚目のアルバム、Voyager から。 こちらも、寿司マリーナ、夏をイメージさせる曲です。台風。次、青いエメール。これはベストにも入っておりますが、7枚のアルバム、オリーブから。そして、ベニスズメ。これは渋い曲ですが、5枚のアルバム、ベニスズメから。そして次、青日に帰りたい。これは6枚のシングルです。いやー、皆さんしっとりと、 切ってましたね。そしてまた MC が入りました。その後、サマエの果て、波を寄せる10曲目です。8枚目のアルバム、悲しいぞお天気から、これもですね、ズシマリーナでやったのも思い出しました。そしてセイレーン、10曲目。29枚目のアルバム、スイアの波、1曲目入ってますね。いやー、スイの波ツアー、懐かしかった。 12曲目、ブループラネット三十34枚のアルバム、アガールインサマー一1曲目ですね。いやー、このツアーも、夏のツアーで、懐かしいです。思い出しました。ラストウェンズデツアーでしたね。13曲目、デルフィン二十27枚のアルバム、カト t ンドゥから。こちらも、えー、シャングリラー3だったかな。 やったのを思い出しましたね。夏、曲の途中から、えー、会場内に、えー、イルカが現れて泳いでました。まさに会場の中が海の中になりましたね。綺麗でした。そして次、14曲目、ラブウォーズ2 1枚目のアルバム、Love から、これはシャングリア2のオープニングを思い出しました。のりのり、 そして曲、15曲目、Now is on!30 枚目のアバブ、Frozen Roses から。これは、えー、去年の苗場の、えー、やった曲ですね。途中、今井さんのラップもノリノリで最高でした。そして、ここで、MC が入りまして。そして、16曲目、星空の誘惑 !14 枚目のアバブ、リンカネーションから。こちらもベストアブに入ってました。 ここから後半戦ノリノリきたー !17 曲目、人を渡る風 !6 万のアルバム、優先形ですから、これはもう、逗子のコンサートで、必ずやった曲です。もう、逗子マリーナのコンサート、思い出しました。最高ー今回は本当、夏の曲が多い選曲で、逗子マリーナの演出、曲、あの、空気感、思い出しましたね。 えー、5月から12月までのツアーということで、夏、これから、聞いたら最高じゃないですかね。18曲目、松の4名。25枚のアルバム、ユーミズから、超松の曲で、皆さん、ノリノリ。ボルテーッチは最高潮でした。19曲目、公開日誌。3枚目のアルバム、コバルタワーから、こちらはもう、 公開が、えー、ね、終わった後、振り返るといった感じで、えー、途中、えー、ダンサーの方かなが、えー、船の上を、えー、歩き回って、いろいろ思い出に漬ける演出がありましたね。そして、MC がありまして、えー、本編終了。そして、 アンコール開始です。まずは MC が入りまして、アンコール1曲目、守ってあげたい。来たー。ユーミンの代表曲、松の曲です。これもベストには入っておりましたが、12枚目のアルバム、昨晩お会いしましょうから、もうアンコールで最高です。天国のドアツアーのアンコール思い出しましたねそしてアンコール2曲目、優しさに包まれたらな2枚目のアルバム、 ミスリムから、もう、怒涛の、ユーミンメドレーでーす、最高アンコール3曲目、春よ来い来たーここで春よ来いえー、26枚のアルバム、ザ・ダンシング・サンから、これはもう、会場皆さん、一体となって、線を送っていました。そして、曲の途中から、えー、リュウかなですねー。 そんな演出もありましたね。いやー、アンコールの3曲目で、春よ来い。皆さん聴き入っちゃいましたね。最高。その後、ユーミンからメンバー紹介、全員ありまして、アンコール終了となりました。そして、えー、全員が歩いて退場されまして、その後、なんと、ダブアンコールユーミン、えー、竹さん、そして、富山さんが歩いて、 また、ステージに向かって行かれました。そして、ダブルハンコール、瞳を閉じて、いやー、横浜の公演ということで、海を見ていた午後が来るかなと思ったら、瞳を閉じてでした。おそらくですね、この後、横浜アリーナとか、えー、9月、11月にありますが、その時は、海ごぼうやってくれるんじゃないかと思います。えー、2枚目の分、ミスミルから、瞳を閉じて、 これをしっとりと最後歌って皆さんも聴き入ってました最高でしたそれではこのザ・ジャーニーツアーパンフレット最後見ていきましょうおおまず開けるとツアースケジュール載ってますねそして次が何でしょうか おーユーミンですこんな感じおぉそしておぉ1972年からユーミンの活動が始まりましたねあファーストシングル「返事はいらない空と海の輝きに向けて今回はこういう ツアーパンフレットなんですね、中身。わあ。もう <laughs>、私はこの時代は <laughs> 知りませんが。ええー。この最初から行かれた方、どれぐらいいらっしゃるんでしょうか。ええー、1973年、74年。おぉ、75年、76年。こんな感じで。わあ、当時の写真が。 乗っております。すごいです。実際このパンフレット買って、ね、えー、この書いてある文章を読んだらいいんじゃないでしょうか。うわー。すごい。ピアノを弾いております、ユミお、これは今回のツアーの海賊船でしょうか。おお、こういうの乗ってますね。そして1977年。 私が生まれた年ですが。ええ。もう当時ね、ユーミに結婚されましたもんね。そして松戸由みになりました。荒ゆみと松戸由みは同一人物ですって、前回のタイマシンツアーで、えー、最後言われてましたね。<laughs> おー、79年、マジカルパンプキンツアーの、こういう写真もあります。 像が出てきたんですかねこのね、確か。80年、81年。おー、竜に乗っております。今回のツアーも、竜が登場して、そのムにユーーに乗ってましたね。おー、これはこういう、画期的なステージも。えー、昔からやってたんですね。82年。 83年、84年、85年、86年。おお、すごいですね。もうステージが。毎回いろんな演出がありまして。わー、これも。えー、舞台のエスカレーター。ダリダツアーでしたでしょうか。確か CD がね、限定版で出てて、私は。 買って聞いたことあります87年おーダイヤモンダストツアーですかねおーあそうですねこのはい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 ダイヤモンダストツアーそして88年ディライツ・ライト・ライト・キスツアーわあ、このツアーも 行ってみたかったなぁ。89年、ラブウォーズですね。わぁ、いいなぁ。行ってみたかったなぁ。<laughs> お、これは苗場のブリザーディームですね。ブリザーディームは92年から、えー、使われるようになりました。92年、天国のドア。わぁ、このツアーも私は行ってないですが、ビデオでいっぱい見た記憶があります。 わ、この写真。おー、そのツアーの天国ドア。このステージ。いやー、いいですよねこれ。ほんと何回も見ても感動しちゃいます。おー。こしたはそして91年。えー、92年、93年。 ニューライブツアー。私が高一で、えー、そこからツアー,、えー、コンサート行くようになりましたね。94年。おお、ダンシングさんツアー。センターステージで。わー、乗ってます。思い出しました。懐かしい。どぎもを抜かれましたね。このセンターステージのツアー。95年、96年、97年。 おー、ストロインカウガツラ。行きましたね、横浜アリーナ。懐かしい。これもセンターツアーで大きいステージ思い出します。98年、99年、2000年。わー、逗子マリーナの会場の写真物載ってますねー。懐かしい、この逗子の海を。え見ながらのコンサート。最高でしたねー。 また夏のコンサート、海のコンサートやってほしいですよね。おお、シャングリラの写真もいっぱい載っております。懐かしい。最高のエンターテインメントでした。は載ってますね、シャングリラ。ワン、ツー、スリーの写真。わあ。 懐かしい、これ。99年、2003年、2007年でしたね。4年おきにやって、もう規模が大きい、アリーナツアーでした。わあ、2001年、2002年、2003年。こういうのもありましたね。すごいです。おお、2004年から2007年。わあ、ラストウェンゼツアー。 行きましたね。懐かしい。おー。そして、2008年から。は二 2011? おーロードショーツアー。2012から。2016、宇宙図書館ツアー。おー。お、そしてユーミン。停撃ですね。 これも私は一回行きましたが、懐かしいですね。帝国議場。わあ、2017、2018。タイムマシンツアー。いやー、最近のことには思い出しますが、懐かしいです。何回も行きましたね。2019から2023。こんな感じです。おー、深海の街ツアー。 ついこの前のことに思い出します。わあ、そして今回のセットのステージ。わあ、ユミも乗っております。えー、海賊船の船長って言ってましたね。ああ、これです、これです。ジャーニーと書かれたこの海賊船。これが今回の会場の真ん中にあって、その上で、えー、ステージが 繰り広げられます。いややっぱり演出を見るには、今回はスタンド席の方がいいんでしょうか。ね、遠くから、上からこういうふうに、おそらく席から見えるんで、アイナ席では、えー、下が、下にね、席があって、見上げる感じなので、なかなか、なかなか演出を全部見ることが難しかったですね。 おデザイナーさんですかね。あと、最後。こちらになります。おおおへ <laughs> えー。最後、ユーミンの文章でしょうか。ピースマークも載って、これにて、パンフレット紹介終わりまーす。 また次の動画でお会いしましょう。旅でした。またー。ちゃんちゃかんちゃん。旅いい、旅い旅チャンネル。いてくれてありがとう。じゃん。